こんにちは。ちょっと今日はすっぴんで失礼します。なんか昨日寝落ちしまして、帰ってきてからめちゃくちゃ首が痛い。寝違えました。見違えました。あ、登録者数5300人超えおめでとうって、ありがとう。YouTube チャンネル登録者数、あの誕生日までに5300人いくといいなと思ってたんですけど、無事に達成してめっちゃ嬉しいです。こみちゃんの YouTube 見たよ、嬉しい。もう旅行は本当に食べに行っているのでめっちゃ食べてます。今日も YouTube を作ってますので、皆様お楽しみに。見て、お妃様がくれました。かわいい。お妃様役の中村ひろみさんがバラの鏡くれました。千秋楽お疲れ様って。これはあのお妃様、白雪姫のお妃様だから、魔法の鏡、鏡嬉しい。一瞬ペン持ってきます。あ、ジュースも持ってこようと思ったんだった。
よし。一瞬髪の毛がバサバサ。今日は久しぶりにお休みです。お仕事が久しぶりにお休み。どれぐらいぶりだろう。結構久しぶりなので洗濯物を干して YouTube 作ってめっちゃやらなきゃいけないことをお家でしてました。見て、この間買ったグミ。初めて見た。ムニョルだって。思った以上に固めだ。ぶどう味。待って、ボールペン持ってきたのにない。なんで？どうしてた？どうしてだい？さっき立ち上がって私ボールペン取りに行ったよね。後で干した洗濯物畳まないと。なんか雨結構降ったりしてたじゃないですか。バタバタしてたし、雨降ったりしてたりでめっちゃ溜まっちゃってた洗濯物が。超干すの大変だった。待って、私マジで今日ボケてるかも。
充電さしてたつもりの iPad が全然溜まってなかった。Wi-Fi が入った。今日9月8だから、待って、あと4日で私誕生日迎えるんだけど、早っ。驚き、驚きがすぎる。びっくり。あと4日で誕生日。26歳。早いね。ちょっとまだ心の準備が。なんか26ってさ、一気に大人を感じるんだけど。1003日ありがとう。あ、やばいよ。待って、3日後じゃん。ちょっとツイキャスやるんでした。ツイキャスやります。9月11日カウントダウン配信で、9月11日23時半からツイキャスやります。そういえば繰り上げ当選しました、おめでとう。でしょ。じゃあ、バースデーイベントね、繰り上げ当選の名前見て、あっ！ってなったのに、コメントでずっと、カフェイベント落選してしまったので、9月29行きますって言ってくれて、あれ？繰り上げ当選の連絡に気づいてない？って思って。そう、で、めっちゃショールームで、確認してみてくださいとか言って、あれ気づいてないっぽいぞと思って、カフェイベ追加当選してることに。そう、でもなんかもしかしたら迷惑メールに入っちゃってるのかもしれないと思って、カフェイベントからのメールが。だから普通にカフェイベントのやつじゃない違う方法のメールでも確認ってできたりしますでしょうかって、メール送れたりしますかってお願いして送ってもらいました。だから気づいてくれて嬉しい。カフェイベももうすぐだし、9月11日の23時半からお誕生日カウントダウン配信しますので、皆さん見てね、見てね、見てね。今日あれしますので、今日から申し込みスタートです。見てね、見てね、ツイキャス。
ちょっと前髪がすごい変なことになってる。ちょっとこんなギリギリになっちゃった。まさかもう4日前だと思わなくて、誕生日のツイキャスのチケットセンターを作るの遅くなってしまった。夏って出張公演あもうない？あるか、宮城だ。9月24日、そうだ、23福岡で私はポーカーアンバサダーやらせていただいて、次の日宮城に飛ぶんだ。宮城って何が有名ですか？なんか食べれるかなすぐ食べ物ばっか。ずんだって宮城？あれ？仙台？え？ずんだシェイク？え？最高なんだけど。え？めっちゃ嬉しい。一気にテンション上がった。いや私さ、仙台ってなんか覚えちゃって、宮城と岩手いつもごっちゃいなんだよな。どっちだっけ？みたいな。ずんだシェイクと牛タンがあるのって岩手だっけ？宮城だっけ？って毎回一回こっちになる。宮城か。え、めっちゃ嬉しい。え、超テンション上がった。絶対牛タン弁当やん。楽しみだな。ちょっと出張公演の食事 Vlog 食事編も YouTube 撮ろうかなと思って、そう、もうご飯が主役の YouTube チャンネルなので、ご飯ばかりでございます。間違えた。もうめちゃくちゃディズニーに行きたい。今ディズニーに行きたすぎて、
最後にディズニー行ったのいつだったっけな。でも10月行きたいなって思ってます。9月もなんだかんだバタバタしそうで、ちょっと10月に行きたいところ全部行こう作戦。10月は頭に出張公演が入ってて、終わりにちょっと撮影バタバタしそうなので、中旬遊びまくりたいなって。でもパリのディズニーは死ぬまでに絶対行きたい。パリとかフランスとか、あとアメリカのディズニーも死ぬまでに行きたい。だし、どうせ行くんだったら若いうちに行きたいかも。パリとフランス同じよ。うん、知ってる。香港ディズニーもめっちゃ楽しかったです。香港ディズニーはアトラクションの待ち時間がめっちゃ短かったから最高だった。舞台の稽古は多分11月入ってからかな。ねえ、グーグル、今日何日？2024年9月8日日曜日です。Thank you。
中がかゆい。よし。ディズニーランドも行きたいし、ディズニーシーも行きたい。新エリアまだ行けてないです、ディズニーの。アナ雪とピーターパンとあれ乗りたい。よく働く女子で贅沢をいっぱいしない女子が欲しい。だっていっぱい働くんだったら別に
贅沢すんのも勝手じゃない。やっぱり読むのね、なんかおもろいコメント来たなと思って。面白いコメント来るとなんかついつい読みたくなっちゃう。私一番どこにお金かかるかなって思ったら旅行かも。洋服あんま買わないじゃん。洋服あんま買わないしってなると旅行かな。美容も全然お金かかってないな。美容なんて美容院代ぐらい。美容院とあと化粧水、乳液、洗顔、メイク落とし、歯磨き粉、もう普通に皆さんが使っているようなお金かかっているような美容代しかかかってないです。ネイルもやめちゃったし。断然お仕事が一番って。え、でもそんなかかってなくない？私のお仕事今、私のお仕事そんなかかってなくない？白雪姫のあれかな、交通費。だって白雪姫がさ、めっちゃ安かったの。チケット2000円とか平均で、1000円のとこもあったし、2000円、高くて3000円。そう、握手会もそんなないし。遠征してもらうと遠征代が一番高そう。だから遠くから来てくださっている方が一番高そう。ほら、交通費が大変って。みんなこれからです。すいません、お仕事8月7月はそんなじゃないって思ったけど、9月はあります。9月はちょっとこれがかかります。すいません。推しの誕生日がある月はこれがかかります。ほら、9月はやばいの覚悟してますって。10月の後半はね、そう、10月の後半にもカフェイベントやりたいなと思ってたんだけど、11月ができないから次12月じゃん。ってなると次が今年最後かみたいな。私現役中、 AKB 中にみんなと会えるのも残りわずかかと思ったら、10月か後半にも一回やりたいなと思ってたんだけど、
10月の後半に撮影が結構入るんですけど、その撮影の日程がまだ決まってなくて、それ決まり次第って感じ。でもやりたいなとは思ってます、とっても。あとさ、ちょっと土日やりたいんだよね。次はさすがにカフェイベント、誕生日が12、13って平日だったし、結構平日が多いから、そう、土日にやりたいんですけれども、残り時間は AKB に握手会はありますか？1回は絶対あります。まだ9月21と9月22があるんですけど、その他にも最後1回はやりたいと思っております。なので来てね。まださ、次のことちゃんと分かってないからあれなんですけど、次の CD に私が参加するかがわからない。その日付的なこともだし、なんかもともと11月は舞台がもう去年から決まってて、でもうずっと DH にスケジュールを抑えてて、だから11月にもし始まったらそもそも出れないんだけど、でも1回は絶対やりますのでお待ちしてます。でも卒業してからもなんかお話し会とか握手会とか
2月までの間にあるなら話し合えば可能かな。いやまあでもそんなにめちゃもし次のシングルに私がいなくても悲しまないでください。そもそも今回のシングルって最後の予定だったんですよ。12月までに卒業する予定だったから。そうで今回のシングルが最後だなってことだったんですけど、発表コンサートの発表で12月8日まで劇場やんないのってなって、で卒業公演もその初日が明けたりとかいろいろしたりして、卒業公演ちゃんと12月にできますみたいなことであれになったので、次のシングルに私がいなくても驚かないでください。でも絶対最後には握手会やりますので、最後に握手会もやるし、なんだっけ、だし卒業してからも皆さんとお話できる場、オンラインお話し会とか、まあ握手会とかもできたら最高なので、握手会とかなんか多分もっと近いファンイベントができると思うので、ツーショットチェキ会とかアミがやってるんですけど、お話し会とかツーショットチェキ会とか私物サイン会とかそういうのが卒業したらできると思うので、そういうのをやりたいなと思っております。なので次のシングルにもし私がいなかったとしても、もう話せる機会がないっていうわけでは全くありませんので、そう、楽しみが増えるってことです。ですのでよろしくお願いします。自由に楽しめると思うんですけど、多分私は自由に楽しんだ方が向いている気がする。そう、もともと次のシングルに参加しない予定でっていうのと、まああと内容がわからないのに、何になるのか全くわからないのに、握手会とかだけ来てもらうっていうのはちょっと怖くて、そう、だから2月までの卒業の間に握手会とかファンのみんなに直接お礼ができる場が欲しいしっていうので、私まあ私もみんなと握手したいから最後の握手の場を設けてもらうんですけど、いる間参加そもそもしなかったものに参加するかどうかっていうのはちょっとあれですね。なのでもし次のシングルにいなくても驚かないでくださいね。もともといない予定だったのでに言ってよって、劇場なくなるって先に言ってよ、ファンの方に発表する前にって言った
ガチでこんな言い方で言った。メンバーも先に知りたい、そういうの。でも押しは押せるときに押しておいてくださいってずっと耳が酸っぱくなるように言いましたし、9月22日は来てほしいって結構匂わせていたので、あのそんなに驚くあれでもないかなって、思いまする。結構行ったよね私。まあね、カフェイベもあるしさ、私舞台もあったし、結構ね、みんなと会えることが多めにある。みおんちゃんも悲しんでいるのかなってね、え嬉しい、めっちゃ泣いてくれて。でもこの間コミセイ読んでなんか話したんだけど、コミセイ読んでさ千日配信したじゃないですか、ショールームのみーおとせいちゃんと3人で。で配信終わってからも話してて、今でも十分仲いいんだけど、多分卒業してからの方が仲良くなれると思うって話をしました。私が卒業しても遊んでねって言ったの。でもちろんだし、多分卒業してからの方が仲良くなる気がするって言われて、あーなんかわかるって。なんか前までさ、私もミオもセイナも若手でただただなんか AKB って頑張ろうねみたいな、自分のことを頑張ろうねっていう時だったから、ただもう本当青春みたいな感じで仲良くなれたけど、私がチーム K のキャプテンになってミオンが総合監督になってってなると、なんかその立場ゆえの話し合いとかも結構あったし、そうってなると、私まあ3人で会っても結局仕事の話、 AKB の話するじゃん。だからなんか本当に友達っていうよりも同業者というか良き仲間みたいな、良き仕事仲間って感じ、本当にすごく良き仲間って感じだったから、なんか卒業して AKB の話を当事者じゃなくするようになってからの方がなんか楽しく遊べそうって思います。私ミオンとは YouTube いっぱいいろいろ撮りたいねって話してるから、もう私は同期の結婚式に行くのがとっても楽しみなの。ミオンとセイナの結婚式も楽しみだし、卒業公演も2人のは絶対に見に行くし、アルバムも作るの手伝わせてって感じ。私なんかね、本当になんか AKB 時代は青春だったなって思います、改めて。でもだって11年だよ、すごくない？長いよね。
わあ。なんか私にとってミオンとセイナが隣にいる時代とアミとマナミが隣にいる時代ってなんかちょっと違くて、チーム4みんな仲いいんだけど、多分チーム4の若手として自分がキラキラ走ってられたのがミオンとセイナと一緒にいる時で、チーム K のキャプテンになって先輩になってなんか引っ張らなきゃとか、なんかチームをよくしなきゃみたいながむしゃらになってたのが、まなみとあみが隣にいてくれた時だから、そう、だからガチでなんか中学の思い出がミオンとセイナ、小中学校の思い出がミオンとセイナで、高校の思い出がアミとマナミみたいな感じ。今なんか大学生の期間なのよ、チーム K が終わってからの気持ちは。大学になってちょっとスクール、なんか制服脱いで私服で就職活動してみたいな感覚で、高校でまあ義務教育終わるじゃん、でまなみとあみが卒業して大学進学はしなくて、私とみおんとせいなだけ大学進学して、なんか小中学校の時にすごい仲良くしてたエモい懐かしい友達たちとまた合流したって感じ。義務教育中学までか、高校ってじゃ行かなくていいの？でも私高校生活の思い出何にもない、リアルなやつはもう AKB だったから。でガチで本当にリアルに AKB に青春を捧げました。修学旅行も行ってないし、体育祭もやったことない、高校生とか制服デートなんてしたこともないし、制服で放課後遊ぶもしたことない。でもその代わりめちゃくちゃ楽しい、なんか AKB での青春をめっちゃしたので、本当に AKB に入って後悔は一回もしてないです。すごい卒業公演で言うような話を急にしだした。急になんかちゃんとした話してる。卒業公演はね、何歌いたいかなっていうのはもう決まってます。もう決まり終わりました。早いのよ。卒業ドレスもこういうの着たいも決めてるし、卒業公演、卒業の公演で出てほしいなって思ってるメンバーももう決まってて、スタッフさんに伝えてあるし、瀬取りも何歌いたいかなっていうのももう決まってる。卒業ね、もうね5月には決まってる。卒業しますってスタッフさんに、 AKB のスタッフさんに言った時にはもう決まってて、言った、それも。そしたら早いなーって笑ってた、本気だなーって。あ、そう、ごめん、君の瞳はプラネタリウムはやらないです。でもね、いい曲だなとはすごい思った、プラネタリウム、いい曲だなーって。
そう、でもやらない。もうプラネタリウムなんか幼稚園みたいな記憶なんだよな。もうもはや大学の終わって今までありがとうの時に幼稚園での思い出の曲はやんなくない、さすがに。私の YouTube の主役は私、準レギュラー見てね。ではちょっとそろそろまた夜もしかしたら配信するかもしれません。ではランキングを見ます。13位浜谷さん、12位サムケイ S さん、11位ほっくん、10位ゆうぞうさん、9位坂道さん、8位パサシ、7位じゅん、6位さーちゃん、5位レンタルキャットさん、4位しんしん先生、3位れいちゃん、2位プロちゃん、1位大輝くんです。ありがとう。ではまたね。ありがとうございました。9月11日ツイキャス見てね。この後チケットページ作ります。バイバーイ。